あの健康師がトイックの問題を一体何分で解けるのか。Hello there! 始まりました、モチェチャンネルです。今回はですね、トイック満点講師がトイックの問題を一体何分で解けるのかというのをやっていきたいと思いますね。で、使う問題なんですけども、やはり過去問じゃなきゃ意味がないなと思って、本物の問題ですね。トイックの過去問というのは韓国で発売されていますので、その問題を使いたいと思います。あの公式問題集というのは過去問ではありませんの で、これが本当の過去問になります。なので本物の問題ですね、本物のテスト問題ですね。で、テスト1はもう、やってしまっているので、テスト2を使ってやりたいと思います。で、なるべく本番に近づけたいというか、本当のものにしたいので、マークシートもですね、きちんと準備しましたですね。これあのサナパパさんのですね、ウェブサイトからダウンロードできるんですけども、そこからですね、マークシートをダウンロードしました。そして、ちゃんとですね、鉛筆持って、で消しゴム使ってですね、やろうと思います。で、リーディングパート、リスニングっていうのはもちろんそのまま流れてしまうので、ですね、自分の速度を変えることはできないんですけど、リーディングセクションっていうのはですね、スピードを変えられますので、75分のテストで一体自分が何分で解けるのかっていうのを測っていきたいと思います。自分自身はもう百何十回とですね、受験して、80回以上満点取ってますので、慣れっこなわけなんですが、家っていう場でですね、そのバッチリ75分で問題を解くっていうのは初めてだと思うので、ちょっとどんなになるのか分からないので、ちょっと緊張してますが、で、時間をですね、きちんと測っていきたいと思いますね。このストップウォッチを使ってですね、それぞれどれだけ時間がかかったとかですね、パート5、6、7ありますので、それぞれのパートでどれくらいですね、時間がかかったかっていうのを測っていきたいと思いますですね。ではですね、テスト2からですね、はい、それではですね、始めていきたいと思います。はい、終わりました。ふわー、疲れた。なるほどね、タイム出ましたね。途中この電気が消えたりとかですね、つかなくなっちゃいました。ちょっと無駄なロスしたりとか、アクミスしたりとかですね、ちょっとあったんですけども、なタイムなんじゃないでしょうかね。はい、さあ果たしてですね、私一体どれだけの時間で解くことができたのでしょうか。結果発表したいと思います。51分32秒25という結果になりました。さあ、すごいのかすごくないのかどうでしょうね。つまり、25分ぐらい余るっていう計算ですね。そうですね、これはあの設定が5分で消える設定になってるので、ちょっと5分経って勝手に消えちゃったりして、それをこうまた出したりしなきゃいけなかったんで、ちょっと余分な時間を取られてしまったんですが、これぐらい。結構、大変でした。で、それぞれラップをいろいろ先生見ていこうと思います。どうかな？はい。見ていこうと思います。まず、パート5が4分34秒ですね。これは、かなと思いますね。ちょっと似たような感じの文コードの問題が多かったですね。続いて、やっぱり消えちゃいますね。パート6ですね。つかない、ついてくれない、もう嫌われてるんでしょ、これ、ね。よくわかりませんが。パート6が、6分2秒ですね。意外とちょっとかかっちゃいましたね。やっぱ文挿入問題ですね、が難しかったなっていう印象ですね。で、続いて、パート7のシングルパッセージですね。文章が1個のやつが、これが17分8
秒、結構やっぱ時間かかっちゃってますね。やっぱ最後の、問題が大変だったなと思いますね。最後の記事問題ですか、記事の問題が非常に時間がかかって、大変だったっていう印象ですね。で、1問分かんなかったですね。なんだろうこれっていうですね、いうのがあったん で、まあ後で答えしますけど、どうなったのかちょっと見たらいいかなと思いますね。で、次はダブルパッセージ、これが非常に時間かかったんですね。ダブルパッセージが11分42秒ですね。これが最も難しかったかなと思ってですね、照らし合わせの問題とか答え探しましたね。何回も読んだって、ちょっと時間を無駄にしましたね。で、トリプルパッセージが12分5秒ですね。こっちはまあまあまあサカサカ解けたかなと思いますね。だからダブルよりもトリプルの方が簡単だった。これ実際の本番でもそういうこと結構あるんですよね。トリプルパッセージが、優しめで、シングルパッセージの最後が難しいってことが本当によくあるので、今回はシングルパッセージの最後のやつと、ダブルパッセージの2つがかなり難しかったっていう印象でした。はい、では答え合わせしていきたいと思います。はい、ということで、99問ですね。正解は1問無理だですね。まあ全問正解はならなかったですね。1個やっぱ分かんなかったやつ、そうですね。あと自分自身何の難問にね、印ついてますけど、実際この過去問ですね、持ってる方は見てほしいんですけど、テスト2だと自分が難しいなと思ったのは156印がついてますね。で、174、179、182、184、これらが難問だったかなと思いますね。あとはそこ140かな、パート6で言うとですね、その辺が難問だったと思います。いやー、そうですね、いや結構大変でした。思ってる時間かかっちゃいましたね。で、実際の本番ではこういうふうには解いていないので、ちゃんと答えが出ても、研究するためにちゃんと関係ない選択肢も全部読みますし、関係ない部分に書いてあることもちゃんと全部読みます。それは決して問題を解くためではなくて、それを分析するためですね。どういう引っ掛けが出てるかとか、どういう余分な文章が書いて、余分な文が書いてるかっていうのはチェックしなきゃいけないんで、仕事柄ですね、それをやってます。はい、ただそれをしなくてもこれだけ解けるってことですよ。全部すっ飛ばして読んでいきましたからね。答えに関係あるとこだけを探しながら読む、前回を読むっていう、まあ分かんなかった問題は何度も精読しましたけど、それ以外はすっ飛ばして読みましたって、それでこれぐらいの時間という感じですね。でもこれでもそうですね、読み直しの時間がかなりあったんで、読み直しをしてなければ相当早く、解けたんじゃないかなと思います。はい、ぜひ皆さんもぜひですね、挑戦してみてもらえればいいんじゃないかと思います。ね、はい、ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.